九州旅の途中、豚骨ラーメンの発祥地である久留米を通りがかったので、原点となる豚骨ラーメンの味を食べようっていうことで、以前コメントで教えてもらった人気の高い久留米ラーメンを食べに来ました。ラーメンは至ってシンプルな見た目で、トッピングもネギとチャーシューのみ。食べ進んでみるとめっちゃ美味しかった。そしてセットのチャーハンも米粒がツヤツヤのパラパラ、ネギがなくピンクのかまぼこが可愛いチャーハン、これがまた美味しかったんよ。これが久留米かと思いました。ラーメンもチャーハンも私の大好きな原点といえる味に感じました。ここでふと実感がよぎりました。食べ進めているうちに私はこのラーメンをどこかで食べたことがあるような気がしたんです。奥さんに一言伝えました。あれ、なんかこれ太宰府の八茶ラーメンにめっちゃ似とると口をこぼしたんです。そしてその瞬間、店員さんがちらっと横見してきたのに気づきました。よく言われるかなとか思いつつ会計にしに行くと、そこにはなんと太宰府八ちゃんラーメンのお土産があったんです。店員さんに話を聞いてみると、太宰府八ちゃんラーメンで修行された店員さんがこちらのお店を開店した様子。通りで似てるわけやね。その他にも久留米では一味、辰野屋、そしてラーメン八、コメントで教えてもらったラーメンがことごとくどこかで食べたことある味でした。まだ私は久留米ラーメンの味を知らないのかもしれないなと思ったので、大砲ラーメン食いよいけん、それ以外でおすすめあったら教えてね。